さあどうもフルチです。今回はワールドオブファイナルファンタジーダンジョン体験版やっていきたいと思います。これは2等身か3等身くらいの可愛い、絵柄のファイナルファンタジーというもので、モンスターを仲間にしたりすることができるというものですね。まあ本編でもできますけどね。ワールドオブファイナルファンタジー、よく寝た。夢から覚めた少年、カッコラン、カッコ閉じはアルバイト先のコーヒーショップに向かうのですが、女性のお客さん、かっこエナクロ様、かっこトジが一人いるだけで、店長もバイト仲間も誰もいません。そこに駆け込んできたラーンのお姉さん、かっこレーン、かっこトジは町中に自分たちしか、もとい自分たちとそこの女性客、かっこエナクロ様、かっこ閉じしかいないと言います。さらに何やら二人の記憶はところどころ曖昧のようなのです。はてはて、一体全体どういうことでしょう。そこでとりあえずランが起きた時から頭に乗っていた僕、かっこタマ、かっこ閉じは、あなたたち二人はその腕が持つ不思議な力でミラージと呼ばれる幻の存在を刺激してたのですと、エナクロ様から聞いたことを教えてあげました。二人はなぜかそのこともさっぱり忘れてしまっていました。そしてこの光の先にある、こことは違う世界グリモアル、そこはあなたたちが失ったミラージュが集う世界。俺たちが失ったミラージュが？ええ、それでどうするどうする？グリモアルに旅立つの？これはだいぶストーリーはしょっての説明なんですかね。主人公はラン・レンらしく、僕が知る限りティファとかその FF に登場するキャラも何十人かな、数十人くらいは登場すると思います確か。L1 と四角ボタンでラーンのオービトプリメロ、 L1 まるでレーンのオービトプリメロの切り替え、十字キーで上下キーか、上下キーで直ボンの料理、左右キーでついてくるミラージュの切り替え。お、二等身風になりましたね。私はナインウッズヒルのマスコット妖精セラフィーちゃんです。でこっちは、はいはい、あ、まだ話途中。ウォリアーオブライト、ここには私がいる、心配はいらない。あ、ポーションくれんの？体験版をお手にしていただき途切れちゃうね毎回。これはファイナルファンタジーシリーズの最新作、ワールドオブファイナルファンタジーダンジョン体験版。これあれじゃない？ライトにする。この体験版ではファイナルファンタジーらしいいつもの RPG な感じで、今ちょっと切りましょう。ライトニングさんですね。私に何か用か？エーテルくれんの？ファイナルファンタジーシリーズのモンスターを仲間にして一緒に戦っちゃう感じを体験できます。なんて喋ってるうちに基本操作は完璧ってところですかね。まあ、ちゅうても動かしてるだけだから大丈夫よね。はいはい、ではでは、そろそろこのダンジョン内で戦闘とかいろいろ体験してみるのです。はいはい、先に進め。おう、さあ FF15 がね11月に出て、来月かアクティブにタイムが進むバトルなので、このワールドファイナルファンタジーはコマンド制みたいなもんですよね。動いてるってせっかちなバトルなのよ。せっかちかは置いといて、そういう部分もカスタマイズは可能なので、本編では好きなスタイルで戦うといいのですよ。画面の左に見えている縦長バーの上についたキャラからコマンド入力が可能なのです。順番が来たら好きなコマンドを使うのですよ。セットされているコマンドは左スティックとの組み合わせで変化するのです。ま、適当でいいのよ、適当で。適当でいいのかも置いといて、ちなみに文字だけのメニュー表示にもなるのです。ま、
そっちは昔ながらって感じよね。 OK、 そのシステムよくわかんないな。僕はあまりね、FF シリーズやったことがないので。ところで、AP って書いてある赤いバー、何？ああ、これはコマンドを実行するためのアクションポイントなのです。コマンドによって必要な AP が違うので、そこそこ計画しながら使うといいのです。普段はあまり気にせずに気軽に戦うといいのです。始めていいのかな。三角ですね。うん、昔ながらの RPG、 コマンド制、ターン制ではないけどコマンド制ですよ。15は完全なアクション RPG なんで、僕的には案外ね、こっちを期待していたりするんですけど、まあ半々といったとこかな。モンスター捕まえると上に乗ってるやつを変えられるんだよね。チャンスなのです。コマンドのジェムを選んでみるのです。ジェム、丸ボタンですね。押してみよう。捕まえるんだよ、ボタン。お、捕まえたっぽいぞ。ジェム化に成功。今のがミラージュをジェムに閉じ込めるジェム化。はい、なのです。この世界で出会うミラージュはほぼほぼみんなジェム化して仲間にできるのですよ。ああ、でもミラージュによってはジェムにするのにいろいろと違う条件があるって話よね。そうなのです。体験版で出会うミラージュもいくつかのパターンがあるらしいので、いろいろと試してみるのです。やったな。実力通り。お、全然経験値もらえなかったね。新たなミラージュが仲間になりました。変身家、変身家、名前はひなチョコボですね。とことこ歩くチョコボの子供。卵の殻付きの頭突きが得意。チョコボならとことこじゃなくてちょこちょこ歩いているかもしれない。名前つけないよ。これでいいよ。 SM で最後の進化もあるみたいな感じかな。のせのせプランを選ぼう。のせのせプラン、上に乗ってるやつを変えるってことだよね。下は何だろう、乗るやつ。ひなチョコボ、明らかにパラメーター下がるよね。マップが進んでいきますね。投資も変えられるよね、こうやって。強さを取るか、手数を取るか、ダメージを分散する意味もあったりするのです。ま、のせのせだと戦闘不能の時とかも一連卓勝な感じだしね。おう。例えば戦闘もこのまま行くようですね。行くぞ。やるしかない。変えられるんで変えてみるか。今は変えられないか。戦おう。スピード上げられるね、 R 版で。ジェムは使えないか。使えないね。いいバトルだったな。よかった。お、ひなチョコもレベル上がりましたね。他にも機械だね、今。では、今仲間にしたミラージュを使って、のせのせプランを新たに立ててみるのです。え、今仲間にした？なんか。こっちを変えろってことかな？あ、ゴブリンとか乗せれる。あー、なるほど。MS、 あ、LMS か。なるほどね。そういう順番で行くんだ。乗せとかないとな。じゃあゴブリン、へえ、じゃあこっちと別なんだね。だこの場合 L になるキャラクターがなんかいるのかな。
だ等身で L と M が違うってことだね。はいはい、メニューボタンでメニューを出してのせのせプランを選んでみちょうだい。何を？はいはい、メニューボタンでメニューを出してのせのせプランを選んでね。やった方がいいのかな。戻ってみよう。おお。お、乗ってますね。じゃ始めるぜ。スピードも若干上げられるんでね、テンポはいいですよね。強いな、この状態強いんだけど。セイバー、あー、そういうことか。こっちのコマンドもできるってことね。ジェム使えないね。バラバラ、あー、バラバラになった。どうってことないって。次ちょっと全員バラバラにしてみるか。最初にで、なんだっけ。キラキラの葉、この先には行けないし、あー、こっちとかにあんのかな。移動ルートはもうないですね。そうなると、あ、でかいのがいる。ちょ、バラバラにしてみよう。バラバラ、バラバラ戦う。まあ強くはないと思うけど。最大何これ、 6体かでいけるんだね。手数が欲しい時っていうのはこういう時のことか。あいつ若干欲しいな。あ、倒れた。のせのせ、いや、このまま行こう。まずいな。思ったより硬くて焦ってるんだけど倒れましたね、やっと。いいバトルだったな。のせのせ、ちょっといじってみるんですかね。L はないから、これ戻してみるか。 HP1 ですね。セブン戦ってたもんな。それで一旦戻ってみようか。アイテムが必要らしい。あ、これか。あ、あー、うーん、このまま一撃だよね。あー、違うか、キャラクター変えてきて。こっちだと2回かかるんだね。いや、かわいいねギルも若干溜まってきてるけど、とりあえずアイテムを探し回るか。入れるわけじゃないんだ。
この闘神ならだいぶ破壊、おお、強そうですね。アビリティなんかある。もらった。ベヒーモスに向かって耐えたな。もういっ、あーすごい硬いな。これでどう？決める。こりゃカウンター、どっちこれ、あ、こっちか、よし、このまま行こう。あ、スカッタ、ん、間に合うな。スカッ、そんなスカンの大丈夫。2回攻撃できんね、こっち。あ、カウンターか、耐えたね。まずいぞ、まずいぞ、ちょっと体力。やったな。ヒラチョコもレベル上がってきますね。ポーションか。これ HP って多分合計だよね、全体の。ああ全員に触れるんだよ、いいね。別のアイテムが大量にあるわけじゃないんだな。はい、あーなるほど、こっちから奥行けんじゃん。いろいろ敵出てきますよね。よっしゃ、こいつはバラバラにしないと捕まえれない系だね。あっ、ユーナ召喚師ですか。今日もいい天気ですね。そうですね、マナーくれるんです。多分こっちかな、いるってことはこっちなんじゃないか。あ、キラキラの葉じゃね。あ、なんかいますね。エドが、すまない、今は忙しいんだ。それはちょっと手間をかけさせてすまないな、逆に。マジで、こっちは一撃なんで。オッケーオッケー、ゴ、バラバラにして両方とも。アビリティに、あ、こっち違うか、セイバー。このターン防御でいいよ。ああ、乗せてやるんだね、その辺は。案外タイトル、やったな。これくらいならね。まあ、ステータスはそうか、3人、3体の合計ってことですよね。2頭身にすると若干攻撃力下がるんだけど、メリットあるのかな。説明をあんまり聞いてなかったかもしれないな、その辺は。あ、出てきましたね。もまあまあ強いね。あ、ジムいける。あ、ああなった時にいけるんだ。光ってればいいんだね。できた、できたね。弱めて、弱めた時になるのかな。条件があるって言ってたんで見落としたんだけど、さっき。いた、こいつ L っぽくない。もう無理か。確率があるのかな。いいバトルだったな。
どうベヒーモス、L ですねやっぱり。あ、これは大きさの話か。ちょっと乗ってみるかベヒーモスに。2体欲しいな。ならなんか他いるかな。あー違う、ラーンの下にベヒーモス。あ、乗りましたね。なるほど。なら、でっかいチョコボが出てきたらそれに乗れるってことか。今すぐ乗れるけどね別に。まあ別にいいでしょう。ちょ、こっちだけ変えてこ。お、いいねいいね、ちょうどいいタイミングできたね。乗るんだよね。おお、これの方がなんか雰囲気いいな。やるしかないね。強いか弱いかよくわかんないけど試してみよう。ドン。ああ、まあ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 、同じ。まだベヒーモスレベル1だからね。これいいですね雰囲気。27日発売、5日後か。さあ入れよう入れよう。あげましょう。のせのせしたミラージュたちのアビリティの組み合わせによっては、のせのせアビリティかっこバトル中左スティック左かっこ閉じで大技が使えるようになるのです。今はないんじゃないかな。レフィア、二人とも大丈夫？回復してくれる？ああ、びっくりした。何あ、エルいますね。ちょ、もう一点欲しいな。光ってないか。うん、やっぱ条件がいまいち分かってない。死ぬでしょあれ。あ、耐えてる。やっぱ光ってる時っていうのが捕まえ時だよね。疲れすぎじゃないあの人あの人よ、レーン。アビリティエアロ、あ、大体同じダメージか。どうってことないっすよ。なんかエロ欲しいな。あ、レベル上がりましたね。ベヒーモス乗れるモンスターってそんなにいっぱいいるのかな。ファイヤー回復だよねこれ。持ってるのです。そうなのです、アビリティの組み合わせによって。ん、出口？いやー、もう終わっちゃうのかな。あ、まだか。大きな魔法とかになるので、いろいろと試してみるといいのです。ま、これって体験版だからそんなに種類ないだろうけど。身も蓋もないのです。身も蓋もねえぞ。なんか出ないかな。あー、せめて同じのって2体捕まえれるのかな。まず今の見るか。無理だもんね。使ったね。光ってないよね。条件があるって最初の方言ってたけど、どういう条件なんだろう。よしよし、レベルもまあまあ上がってきたね。気を取り直して他のメニューもざっくり解説しておくのです。メニューにあるミラージュボードでは仲間にしたみ。サンダーの種、レベルを上げればどんどん解放できる。アイテムは持って、こっちか。アビリティで、あ、取得しているものが見れると。ミラージュボードで能力の解放ができる的なことが書いてあったよね。
あ、覚えた。 SP の数でか。これは3使うってことだね。で、解放していくとシンクロ率が上がってきましたね、今。この他の方は何だろう。まあいいや、とりあえず戻ろう。まだ触れる部分はあったけどね。あ、あー、またこれか。これしか出てなくない今。ここでいじれたんだ。クロススラッシュ。おお、かっこいいじゃないの。なんかある？ゴブリンパンチ。おお、いいねいいねいいね。ライブラもあったんだ。オッケー。勝利だね。ベヒーモスの顔怖いな。ハビリティはバトル中のコマ。クラウドじゃないですか。体験なんか持ってハイポーションくれんの？何もしなきゃおすすめのが入ってるから適当でも OK。 その他のメニューは体験版では使えないのです。これだいぶライト目に作ってますね。とっつきやすいですね。ビビ、こんにちは。こんにちは。あ、はい。キャラクター紹介でもありそうだね。ドン。あ、これ見てみるか。これでどう？あ、これはさっき見たね。エアロ。あー、こっちか。もう大体使ったね、一通り。お、使ったね。で、情報見れるでしょ。お、また上がったぞ。ベヒーモスこそ SP 振った方がいいんじゃないかな。まあでもレベル5であった分と変わんないか。実はこの体験版でも特別に1個セットしてあるのです。でも使ってみてのお楽しみなのです。全然会話のつながりが分かんない。コマンドの真ん中の光ってるところがピカピカしたら何？あ、久々に出てきたね。セイバーが光ってる時みたいなこと言ってたね。お、急にムービー入ったぞ。ここは俺に任せろ。やりすぎなんじゃないかな。どうってことないっす。なるほど、ああいうのも使えるんだね。はい、なのです。それじゃあ、あとは自由にこのダンジョンを攻略してみるのです。ま、一番奥にいるボス、スコール。無駄話をする暇はない。みんな暇ないな。はい、なのです。体験版の終わりまでで
ボスが奥にいるらしいっていうのは分かったね。はい、なのです。体験版のセーブポイントできるかどうかはあなた次第なのです。セーブポイントだ。あ、追加情報。宝箱の中にいろんな映像をちょびっと入れといたから、興味がある人は見てみれば。了解、セーブしよっか。この辺オートセーブじゃないんだ。あれがボスだよね、どう見ても。あ、まだ行かないな。まずこの辺取ってから行こう。あ、ムービーってそういうことか。へえ、いろんなキャラクターのさっきの技みたいなやつだね。あ、スキップ早送りできないんだ。ライトニングさん見てみたいな。1個だけでいいや、とりあえず回復したいな。そういえばセーブポイントで回復したっぽいね。さあでは行ってみようか。他に映像あるかもしれないけど、まあいいでしょう。レベル7。おお、なんかあいつも乗っけてない ?LMS じゃない、あれも。強いね。クロスクラッシュスラッシュ。いやー、あんま効かないな。炎効かないと思うんだよね。エアロどうだろう。あれ、普通の攻撃か。まだ強っ。 T だ、行こう。さっき使ってたのちょっとスピード上げましょうか。決めろ。さっき500ダメージを優に与えてたんで、どうだろう。あ、これも500いくんか。他ないのか。ないな。スピード装備率のみですね。あ、自信がある。使ってる。もう一回使ってみるか。ジェム使えるじゃん。使えないか。効かないっていう可能性はないよね。ああ、もう使えないんや。あ、なんか技っぽいの使ってきたな。あ、バラバラになった。のせのせを崩した。そういうのもあるのか。ヘンドル食らった今。お、全体なんだ。ケアルは回復。のせましたね。ケアル回復。若干ベヒーモス危なくない？もうじき崩れそう。ケアル、ケアルしても崩せばいいんじゃない？よし。で、全体に向かってやろう。撃つ。あ、間違えた。乗せられる前に、違う、ゴブリンパンチだ。あ、あとあいつだけじゃん。
倒すか。かわいそう。やったな、勝利だね。ボス戦もなかなか面白いですね。ギミックが効いてるような感じだね。のせのせがある分、それを崩すか、崩して全体にダメージ通すとかできるしね。お疲れ様なのです。いや楽しかったよ。はいはい、ワールドオブファイナルファンタジーダンジョン体験版はここまでです。今回はダンジョンを楽しんでもらおうという体験版でしたが、本編の方はいつものファイナルファンタジーらしいあっと驚く展開がてんこ盛りのお話もたっぷり楽しめるのです。あとあと今回セイバー召喚で出てきた彼だけじゃなく、いろいろなファイナルファンタジーのレジェンドなキャラたちにも出会えるのです。で、ファイナルファンタジーにまつわったりまつわらなかったりするいろいろな場所を冒険する。まあ、いわゆるランとレーンの珍道中って感じよね。珍道中かは置いといて、ドキドキワクワクの懐かしくも新しい冒険なのです。まあ、そこらはいろんな映像で感じ取ってよね。ではでは、ワールドオブファイナルファンタジー本編でまた会いましょうなのです。いや面白かった。いや捨てたもんじゃないですね、この FF15 の前に出るワールドオブファイナルファンタジーも。でありがとうと。そうですね、製品版どうしようか悩むな。非常に買ったらね、動画にしてやってみたいんですけど。まあ、いや、とりあえず、また何か違うものでお会いしましょう。